香港チャンネル。質問が来ております。はい。桜井よしこさんが、はい、ツイッターで、安全で美味しい日本のお魚をたくさん食べて中国に勝ちましょうと、はい、まあ、つぶやいたということなんですが、はい、まあ、これに対してですね、まあ、共産党の某女性議員の方がですね、うん、どうぞ、もっとしっかりお鮮魚を食べて10年後の健康状態をお知らせください、みたいなことをつぶやいてるんですが、まあ、これについてどう思いますかと。ああ、もう、お鮮魚って言うた時点でアウトやけどな。まあ、出てるやん。あの、魚からは、トリチウムとか、そういうのは。普通のね、もう。だから、科学分かってないやろ。まあね。これ、他にも書いてんで、大阪には他にイケメンはいないのですか？もっとも私は、よ〇〇らさんをイケメンの類に入れません。顔の中心部が、緩んでいて、知性を感じませんから。これ誰のこと？よ〇〇らさん。そうです。ええー。はい。やっぱり、こういうこと書くからもかなり痛いよな。痛いですね、お前らの方がひどいやんけと。はい、うん。これ何を許してんねんって、な。うん、まあ自分の顔見ろよって話ですよ。うん、いや、まあ、可愛い顔してはるで。可愛い顔してはるで、ほんまに。ねえ。だけど、まあ、そんな、他にイケメンはいないのですが。だから結局は、なあ、差別とかしたらあかんとか言ってるけど、うん、これ差別やん。差別ですよ。ほんで、これ誹謗中傷やろ。はい。ああ市長ね、対するね、ああ。お前らがしたらあかんやん。議員がな。うん。うん、あ、国会議員ちゃうんか、市会議員か。はい。ああ、だから、まあ、頑張ってやったらええんちゃうって。うん、ね、桜井よしこさんがね、安全で美味しい日本のお魚をたくさん食べて中国に返しましょうっていうことに対して文句言ってるやつのおるやろ。はい、ジャーナリストさんね、女性の。勝つ勝てへんとかの問題じゃなくとかな。国のために食べるわけじゃないとかね。国のために食べんのじゃよ。何を言うとんねんって、お前どっちが間違うとんねん、お前。ASEANでも結果出とってやないかい。うん、この世界中でどこが反対しとんねん。中国だけやろ、お前。データ持ってこい。ほんまに、ボンの倉さんよ、って思うわ、ほんま。疑問してええねや。うん。表来て、出てきて。ほんで、どんなもんかって、お前論破されまくんでって。ほんまにね。10年後って、俺もうね、海入ってますやん。うん。ほんだら、中国の方の、四国の方に、ね、汚染水が、って言うて流れていくとか言うとるやろ、はい、うん、処理水が流れていってやで、うん、ね。で、それやったら湘南の海も通るやん。うん。うん、俺、海入っとんねん。おい、おばちゃんよ、って、うん。だからもういらんこと言わんとじっとしときと。うん、ほんまに。ほんでね、魚食べんと、あなた。あ、もう食うなとね、うん。うん、そんな言うねやったら。ね。ほんで、あなたは中国から輸出したやつ、直接、はい、して、ね、はい。食べてください。中国にふるさと納税して、ね、はい、食べていただいたらええんちゃうかなとか思うわ。ね。こんな。何なんでしょうね、俺も。うん。ほんで、高島に行ける方はごく わずかの方たちですって。いや、あんたが行くか行けんかしらに行ってるやろ。みんな行ってますよ、そう。ほんまに。ね。はい、いやいやいや、もうこういうこと書くから、これ福島行って言うてみ。いや、ほんまにね、お選挙とかね。うん。うん、言うてごらん。ほんま。あんたらな、何がしたいの？え？この福島の県民の方助けたい？助けたないの？なあ。ねえ。足引っ張ってね、ほんまに。こんなこと言うて、遠ざかんで、これ、復興があって。はあ、いや、まあ、あんた食べん分、おいら食べるから、うん、うん。魚も貝もいっぱい食べますので、よろしくお願いします、というところで、うん、いやいやいや、ほんまに値段も値崩れしてないやん。うん、なあ、はい、これがもう証拠やん。うん。うん、だから、いろんなところにね、海外にも、まあ、販路出てくると思いますよ。まあ、他のところがね、また。うん。うん、そうやろ。ほんで、こんなおばちゃんに言いたいな、日本に来てる中国の方な、あ、回転寿司めっちゃ行ってるぞ。行ってますね。うん。うん、ほんまに。こんなやからもう、
支持率上がれ。上がれですね。なんでこんなこと言うんですかね、ほんとこの界隈の方たちね。いやもうあちらの方はもうわかねえ。あの、どんな、俺ちっちゃい時な、とか、政治のことを全然わかれんかったけども、あの、まともな大人たちはやっぱりおかしいぞとか言うてたからな。言うてましたね。だから、こんなやろうなって、どういう教育受けたんやろうな。なんねえ、ほんまに。ほんまに、うん。ヘイトスピーチやで、これ。ヘイトスピーチですよ。うんね、ほんまに。こういう人、まだ支持してる人もおるっていうのがね。うん、妬みやろ。だから、あの、ほんまに騙されてる方もおると思うで。うん、そういうことや。こういう国がよく、こうしたらよくなるんだ、みたいなことを言うて。そうやろ。うん、こう、岸防衛大臣ね、元の、引退の意向も、うん、お引退するときに、だって何言ってるかわからないものねって。めちゃくちゃなんかバカにしてます、うん、そうやろ。うん。だから、基本的に、あの、この、やっぱり、口とかの周りも悪なってきたら、それって年齢とともにたったら、障害もあるかもわからへんやんな。それやのこういうこと書くねんて。ひどいで、この。ヘイトスピーチしまくりですね。おい、ほんまに。だから、党もほったらかしでしょ言うてもね、こんなんやっても。うん。なんやろうな。まあ、そういうところでございますわ。もう、頭抱えるわ。はい。頑張っていくや。それもこれも俺らが、まあ、面倒見たらなあかんねやろ。なあ。ほんまにね。稼いで。稼いで。ああ、もう、きついな。きついですね。メガネのネジなくなった。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。